海底の砂利の上を泳ぐヒラメ。保護色とは、体色及び模様に見られる適応である。生物が体の色によって背景と見分けがつきにくくなっている場合に、その体色のことを言う。野外で生物を見つけようとした場合、簡単に見つかる生物もいるが、なかなか見つからない生物もいる。見つからないのは隠れている場合もあるが、 そこにいるのに目立たない様子であるから、という場合もある。この目立たない姿が、その生物の色や模様によって達成されている場合、これを保護色といい、姿形や行動によって行われる場合を擬体と言う。両者を兼ね備えている場合も当然ながらある。動物に多くの例がある。石レ例の保護色、背景に合わせて色を変える。 姿を目立たなくさせる退職や模様には様々なやり方がある。まず立体感を打ち消すような色合いを出すやり方がある。これは多くの動物に見られるやり方である。動物が立体的な形をしているからには光の当たり方、影のつき方によって背景から浮かび上がって見える。そこでそれを打ち消すような退職をしていれば型の把握が難しくなる。 具体的には背中側が濃く、腹側が薄い色をしているのがこれである。地球上では光はほとんど上から当たるので、覆面が影になる。そこで背中から腹にかけて濃淡のグラデーションになっていれば、この効果を打ち消すことができる。魚や鳥のように下から眺められる可能性がある場合も、下から見れば背景の空は明るいわけで、 覆面が白いのは背景に溶け込む効果がある。なお、ヤママイユガなどの大型のイモムシで、細い枝に逆さまにぶら下がるものでは、逆に覆面が濃い緑、背面が薄い緑と、普通とは逆にグラデーションがついており、普段の生活の姿勢に合ったものとなっている。熱帯魚のシノドンティスも、覆面を上に泳ぐ姿勢が有名であるが、やはり覆面が濃い褐色になっている。 次に、背景と同じ色や模様を出すやり方がある。例えば砂浜に生活するカニが白っぽく、かすかに濃淡のあるマダラで、砂流のような模様であるような場合である。それに、立体感を打ち消す濃淡があれば、ほぼ完全である。また、極地に暮らす北極グマや北極ギツネが白い体毛を、しているのも、保護色である。 白変種が誕生する理由も、氷河期に獲得した保護色の遺伝子が現在も受け継がれているためと考えられている。このような方法が成立するには、その生物が暮らす場所の背景がいつも同じである方が良い。砂地や干潟のカニなどは、その点ではうまくいく部類である。また、生物そのものの色ではなく、泥などを体にまぶせることで、同様の効果を得ることもできる。 さらに、大柄で派手な模様を持つやり方がある。派手な模様によって保護色を実現できる場合がある。これは、背景がはっきりした濃淡を持つ場所。例えば木が並んだ間であるとか、大柄な草が生えた草原などで背景に溶け込めることと、大柄な模様によって動物の体が分断されて見え、全体の輪郭が不明になるためと言われている。クジラウオカの一種。 鮮やかな紅色の体色は、深海では保護色として機能する。海中では、太陽光のうち特に波長の長い赤成分が多く、減衰し、深海では赤い色はほとんど発色しない。このため深海魚のクジラウオカなどの一見派手な赤い、体色が保護色として機能している。色々な背景で保護色を実現するために、体色を変化させることができるものがある。 有名なのは、カメレオンやヒラメ、タコ、イカなどである。特にタコ、イカは、体型や体の表面の凹凸まで変化させる。それほどでなくとも、体色を明るくしたり、暗くしたりする程度の変化ならば、することのできるものは、数多い。ただし、これらの変化は、必ずしも、周囲の色によってのみ決まるものではなく、気温や、 動物の体調などによっても変化するものが多い。冬に雪が多いところでは夏と冬で体色を変え、冬に真っ白の姿になるものがある。日本ではエチゴウサギやオコジョ、ライチョウなどがその例である。植物が保護色を示す例は少ないが多肉植物には例がある。特に松葉菊カノリトオプスは2枚の葉が塩水型になり、その大部分が 地中に渦漏れ、塩水の底面に当たる上面,面だけを地表に出す。この歯の上面は薄い褐色で、まだら模様があり、石ころにしか見えない。保護色が実際に役に立つかどうかは、なかなか難しい問題であるが、これを確かめる、実験のような事件が実在する。イギリスにおける大下振り枝尺は、本来白っぽいブチであり、苔の生えた樹皮の上での保護色になるが、 工業化が進み、大気汚染によって、樹皮状の苔が減少したとき、黒色型が増加した。このことは、工業安価として有名である。ありがとうございます。